皆さんこんにちは。メガネをかけてたらもうご飯ですよね とよく言われるタクです。どうもゴンです。めちゃくちゃ食べましたね。しょっぱだからもう、いやというか、はい、なんであなたいるんですか。いや、こちらのセリフですよ。なんではるばる北海道まで来させてるんですか。あ、そうだ、僕が呼んだんです。そうですよ。あ、これは失礼しました。はい、まあゴンさんを私が呼んだわけですけども、はい、まあなんで呼んだかと言いますと、はい、その前あの500円玉貯金ってやったんですよ。いや、ないです。ないですか。ないです。ちゃんとやった方がいいんじゃないですか。そうですね、はい、500円玉貯金はやった方がいいですね。まあ、はい、やった方がいいと思います。今回その500円玉貯金っていうのと、はい、関連してましてですね、おお。はい、おお、めちゃ重いですね。そうなんですよ、めちゃくちゃ重いですよ、はいはい、これいつから貯めてるんですか。5年から7、8年ぐらいですかね。おお、まあそしたら結構溜まってそうですね。そうですね、あの上京した時に、はいはい、まあ、こいつがめちゃくちゃ重いんで、はい、確かに重いですねこれ、はい、それで実家に置いてたんですけども、はい、月日が経つうちにだんだんと忘れてたんですね、はい、でまあここ最近になってちょっと帰省する機会がありまして、はい、でたまたまこいつを発掘しまして、はい、この前あのシンドットさんが、あの1万円札貯金やったじゃないですか。やりましたね。やーばこれすげー、やばこれ。それがまあ結構反響を呼んだじゃないですか。はいはい。だからまあ僕もそれにあやかって、はい、500円玉貯金の企画をやろうじゃないかと思ってですね、ほう、今回持ってきました。そういうことですね。はい、ゴンさんを呼んだのもまあそれにまあ関連つけたと言いますか。はい、そういうことですね。まあ、1万円の時、ね、私も出ましたからね。はい、いたんで、ついでに呼んどこうじゃないかと思います。そのためだけに呼んだんですね。そのためだけですね。了解です。じゃあ、やりましょう、この企画。やりましょう。はい。ちなみに、どのぐらい溜まってると思いますか。いやー、どうすかね。まあ、1年間で1万円ぐらい溜まってれば、7、8万ぐらい入ってたら結構嬉しいですね。そうですね、まあ、自分で聞いてたんですけど、ですけど、はい、10万円ぐらいはちょっとあったらいいかなって。いいですね、行きたいですね、はい、10万あったら。じゃあ美味しいご飯でも北海道で連れてってください。いや、自分で行きなさい。じゃあこれをシンドとドイツチャンネルということで、はい、シンドットさんがいないとまず始まらないと思うので、これからシンドットさんに、この企画を持っていきたいと思います、はい、では行ってまいります。行ってまいります。あ、じゃあこいつをシンドットさんにいただきます。電話中なので少し待ちます。はい、しばらく待ちます。はい、しばらく待ちましょう。はい、もうちょっと待ちましょう。はい、あと少しだけ待ちましょう。失礼します。お疲れ様です。はい、今回ちょっとあの企画を持ち込みまして。企画なの。はい、昔じゃないですけど、うん、1万円札貯金箱の企画やったじゃないですか、はいはいはい、それにあやかってですね、うん、私のこの500円玉貯金箱があるんで。何それ500円貯金箱。はい、ちょっと持ってみてください。おお、重い。めっちゃ重いな、これやばい。めちゃくちゃ貯めてるんですよ。相当重いよ。すごい、全部500円な。はい、そうです。すごいね、金持ちやん。いやー、だいぶ買えますね、これ。え、それ数えるの。まあ、これを今から数えると思いまして。俺も500円貯金箱持ってる今。え、マジですか。ちょっと机あるとき。あ、わかりました。じゃあ、数えましょう。はい、というわけで、新の子さんに豚の貯金箱を持ってきてまいりました。持ってきたよ。あれ、他の豚ってちなみにどうされたんですか。
もうおらんくなった。お家帰ったよ。お家帰った母豚のとこ帰って。母豚のとこ帰って。母豚そう、マオキブタのとこ帰って。一回あの、はい、1万円札貯金も、はい、500円玉貯金も、はい、清算したのよ。はいはいはい。もう、これはその最近、また財布の中にさ、ちょこちょこ貯まる500円をちょいちょい入れてるって感じ。ああ、じゃあリフレッシュされたんだ。そうだね。でも全部あれ使った。何使ったんですか。何使った。まあ、ご飯をおごったり。はい、ご飯をおごったり。ご飯をおごったりとかじゃない。あんだけあったのに、全部ご飯に消えたのか。すごいな。北海道で飯がうまいからね。うまいですもんね。とりあえず持ってください。軽い軽い、はい、まあそうだね。なんか前に比べて全然軽いですね。いやだってほんとすぐさ、なんか500円玉ってちょっと財布の中にあると、うん、なんか入れたくなる。ああそれでなんかポツポツ入れてたぐらいだから。どうだろうね、100万円ぐらいあるんじゃないかな絶対ないっすよ、はい、絶対ないっす。どうしよう。はい、僕の足は弱いと思いますマジで、はい、とりあえずじゃあこちらから、はい、いやでも、あれも結構やばいやばい。なんか途中でさ、はい、もう何個入れたかとか全然見当もつかなくなる。500円玉ってそうですね。お前僕らはね、まあまああるけど、ちょっとじゃあ飾りてみましょう。はい、今回はこれでね、あれこれがああこれぶち込んだら、はい、50枚ですね。わかりやすい。これで50枚、2万5千円ぐらい、うん、そうですね、なるんですよ。これをちょっと取り合い全部というか、ボンさん、はい、あなたは紙の時は必ずいますね。そうですね。これ集計し終わったらまた美味しいご飯が食べれるんじゃないかなと思いました。いや、やらないよでもこれ50枚だよね。あ、結構ありますね。50枚でさ、もはやもうさ、もう瀕死状態なんです。終わりに近づいて50枚で、はい、で、まあ、これで50枚ってことはこれで10でしょ。このケース1回で 500×50 だから2万5000円か。2万5000円です。2万5000円でしょ。これで2万5000円。なんか残りはケース使われるんですね。これで2万5000円。そうだね。パッツンさんめっちゃありそうっすね。そう考えると多いな。全部終わってしまったこれ。70? ちょっと待って。70枚だからこれで7個、1、2、3、4、5、6、70枚と3枚。ってことは、3万5000プラス1500円。3万6500円。おー。3万6500円でした。意外と入りますね。豚の貯金箱。いやだけどまだ全然余力は残ってたから、はい、まあ3万6500円っすよ。ああ、これ僕の圧勝ですね。タッツンさんこれ結構期待できますね。本命いきましょうか。そうですね。いよいよ本命タッツンのターンです。俺のターンです。おーすげーめちゃくちゃパンパンじゃないですか。じゃあ一緒に数えていきましょうか。やりましょう。じゃあこれを、はい、持ってもらって。すげえこれ。いいっすか。いいっすか。触っちゃっていいっすか。取っちゃダメよ。はい。じゃんじゃんも数えちゃいましょう。はい。いやこれ嬉しいな。
もう海賊が見つけた財宝見てよ。色も金色ですからね。今めっちゃ入ってるじゃないですか。これ全部500円ですか。そうですよ。すげえ。見てください。ちゃんと映ってますこれ。いや俺のさ、もうそんくらいの時点でさ、もうHP ピカピカしてたからね。全然まだ余裕や。余裕余裕。いや結構あるんだ。すげえこれ。これで、だから2万5000円ですよね。これで全部入れて2万5000円。もう全然あるじゃないですか。ここ並べていった方がいいですよね。じゃあそこに並べてもらって。すげえ。おお、まあ美味しいご飯が食べれそうですね。やつさん壊せないよ。いいっすね、北海道大好きになりました。欲望の塊だな。お金の企画いいっすね。私もまた呼んでください。もうお金の企画イコールボンさんみたいになってるじゃないですか。あなたの方がよっぽど金の方じゃないですか。いやこれすげえ。お疲れです。俺何してんの。金の王じゃない。なんかジュラ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 うまみで仕事しててさ。金の王じゃ。失礼だ。500円玉500円玉貯金箱、はい、どうしたの。いや僕がちょっとまあ昔貯めてまして、はい、で帰省した時にたまたま見つけたんですよ。こいつを。なんでいる。え、急に呼ばれたんですよ。まあはるばるお金のお金の話で。そうなんですよ。金の話があるからまあ来ないかって言ったらまあ利用できましたね。すごいね。何もちもちすごいっすよ。これもうこれで5万ですよ。黒いマスクの人3人で。めちゃくちゃ怪しいですね。いいね、今日白いやん、マスクが。あ、今日白いです。金の匂いした？はい。金の匂いした？金の匂い。金。あ、金の匂い。いや、なんかジャラジャラしてんなって。マスクで清廉さを表してる。失礼なやつだな。じゃあ僕も数えますね。いやいやいや。やめてください。いや、すげえ。これ、7、8年でこの貯まるのか。やったほうがいいな、これ。絶対やったほうがいい。これで10でしょ。これ10です。パパパだけど、もう全然見当もつかんだよね。どんくらいか。でも10万もなんか余裕でしょ。この感じは。この時点で、7万5000。なんか2、30ありそうです。2、30ありそうですよ。子供の頃にやったメダルゲームを思い出す。まあ、色も金色ですからね、うん、サイズも。まあでも、この500円玉ってもう今年で生産終了らしいよ、2020年。そうなんですか。マジで。え、次、また新しいのになるんですか。なんか2色になるらしい。2色ですか。なんか昔って銀色だったじゃん。ああ、そうですね。2、30年前。はいはい。で、これがまあ金色で、はい、なんか金と銀が混ざったような色になるっていう。さすが、お金に関しては詳しいですね。そうね。ここはやっぱり、嗅覚だね。無意識に調べるみたいな。無意識に調べる。どう半分になる。あ、でも結構減ってきましたね。お、終わりが見えてきた。見えてきた。酸素が早い。見えてますよ。そこが見えてきた。そこが見えてきましたね。あっつい、汗かいてきた。この辺暑いですね。暑いですね。なんか距離増えたと思います。熱気が増してきましたね。そうですね。神経さんの熱気が。よし。ちょっと何食べようか。いやー、これ美味しいもん食べれますよね。
うそろそろ。もう、そうですね。もう終わりですね。あ、ありがとうございます。自分のカードは。あ、ありがとうございます。すげえ。父親が電卓を持ってきた。まあ必須ですよ。で、残りが、1、2、3、4枚。おしまいです。 OK、 じゃあちょっと数えていきましょう。まずこちらから。はい、はい、タワーが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22。はい、23、24、25、26、27、28、29、30、35、36、37、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61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 
円かける10枚なんで5000円5000円です。61かける5000円プラス4枚なんで2000円発表しちゃっていいんですか？あ、私がそんな感じですね。はい、はい、そうですよ。では30万7000円です。よーい。年収じゃん、年収。年収だし、だからいつも年収。年収、おかしいおかしい。年収だと少なすぎでしょ。ちょっとシュラシュラしたの開けちゃいますか。いっちゃいますか。いかがかな。よし。え、今の。違う箱持ってきて、しまうの手伝おうよ。いやいやいや。これでもいいかも。そうっすね。いやいや、もう、よし。ちょっと旅行の代金だけで、いや、20束の代金ですか？あ、ここで落とせばいいの？本当に。やろう！やろう！すいません！やろう！じゃあ大丈夫ですね。それで高い心配はないですね。いや、全財産これです。まあただ500円の貯金としてはもう圧倒的にすごいですね。確かに、うん、いや、そうですね、うん、ただその通帳にありますって言ったらえって言われると。はい、じゃあ結果発表してください。新藤さんが、はい、36,500円。36,500円よ。対しまして、タッツンさん、307,000円。すごい、圧勝。すごいね、もう9倍ちょいぐらい。そうですね、もう
なぜ勝負したのかって聞きたくなりますね。9枚ぐらいでしょ、なんかね、目立つけど かなり、あの、アンフェアな戦いだよね。それでは、こんな感じでタツーも500円玉貯金を根気よくできる、根気がある男だということで、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ、夢は叶う何遍だって僕は行く逆風でも超えてくんだ、超えれるんだ、ありきたりな定説を。今日はわざわざ東京からありがとうね。じゃあ気をつけて帰って。お疲れ様です。はい、お疲れ。あ、ゴン。なんすか。これ500円。なんすかこれ。交通費を貸しにして。あ、そうっす。うん。まあこれで足りるでしょ。全然足りないっすよ。あ、そう。じゃあまあ。とりあえずこれで帰って。わかりました。気をつけて帰ってね。お疲れです。お疲れ。じゃあまたね。また。